様に、ヨモギは、菊科よヨモギ族の多年草、高山植物、地下茎を垂直に長く太く伸ばす。総で枝は出さない。茎は創生し、分子しないで高さ20から50センチメートルになる。はじめ茎に、気褐色の長南毛があるが、花時には、毛は薄くなる。根室葉は、長さ3.5から7センチメートルになる傭兵があり、傭身は、 長さ2.5から5センチメートル、幅3.5から4センチメートルになり、2回以上、新裂する。はじめ葉の両面に、白色から、褐色の長卵毛が生えるが、後に落ちる。茎につく葉は傭兵を持って誤生し、1から2回以上、新裂し、茎の上部に行くに従って、小さくなる。牡は7から9月。花は、花の先に、創上過剰。 または服装状果樹につき、黄色の頭花を10個ほどやや下向きにつける。花柄は長さ1から12ミリメートル。頭花は直径7から10ミリメートルの半球型で、双方辺は3列。頭花は絶妙花がなく筒状花のみで構成される。日本では、北海道、本州東北地方北部の早知根山、八幡体茶臼岳、八幡平玄太が竹に分布し、 高山帯の岩石地、砂基地や乾いた草地に生育する。世界では、サハリン、千島列島、カムチャツカに分布する。サマニオモギの意味で、発見地である北海道日高地方のサマニから、つけられた。ありがとうございます。